スイッチオンの匠スイッチオン一回目でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、こちら山本合金製作所というところにやってきまして、ここでね、魔鏡というものを作ってあるそうなんです。魔鏡、悪魔の前に鏡です。なんかちょっと怖い感じもしますけども、どんなものなのかっていうのは中でね、詳しく教えてもらいましょう。お邪魔します。もう作業されております。こんな感じで作業されてはりますけども、今日の職人の山本明忠でございます。よろしくお願いします。これ今売ってるのは魔鏡でしょ？これそうですね、これが魔鏡、削ってるところです。そもそもね、その魔鏡いうのは何ですの？そうですね、なんかその悪魔の魔に鏡って聞くとなんかめっちゃ怖いんですけど、実はね、魔法の魔なんですよ。あ、魔法の鏡っていう意味なんです僕の捉え方が違いましたね。魔法の鏡へー。じゃあこれを磨いていって、はい、最終的にはどないになります？今完成形ありますか？あ、ありますよ。あ、じゃあ完成形、はい。実はね、これね、多分口で説明してもなかなかわからないので、実物を見てもらうのが一番。あ、これがそうなんです。はー、あの、見たまま普通に綺麗な鏡でございます。裏面に何か秘密がある？あ、なんか仏さんが。そうですね、阿弥陀におられる。これは何か関係してる？関係してますね。ほう、え、ほな、え、どないなってますね、はい、これね、はいはい、見た目普通の鏡なんですけど、はい、ちょっと電気ですね。あ、はい、ちょっとこっちにしますね、はい、光を当てて反射させたところに、うん、このように裏の模様がね、浮かび上がる鏡を魔鏡って言います。これだって、ここちょっといいですか？はい、うん、こっちから見たら普通ですもんね。普通に顔が綺麗に映る。はぁ、何の問題もない。はぁ、あ、格子も出てけえへんし、あの、実は微妙な凹凸が鏡面に自然とできてるんです。極限まで薄く削ることによって、はい、魔鏡現象、そういう現象を起こすんですね。ちなみにこの本、はい、実際にお作りになられて、はい、どんな方がこうていったりしてるんですか？一般的には仏さんとかの場合はお寺さんであったり一般の方とかも多いですけど、ちなみにこれでお値段おいくらしますか？これはね、35万ぐらい。おお、なかなかしますね。そうです、そうですね。お返ししておきます。これは1ヶ月削って作るので、どうしてもやっぱり高くなっちゃう。そうなんですね。もう一個面白いのがあるんです。あ、もう一個面白いのがある、はい、裏の模様が映るのが、まあ、魔鏡なんですけど、これも魔鏡になってるんです。さっきのよりも重たいですね。ずしっとしますね。そうですね、鋭いですね。あ、そうですか。メガネだけじゃないですね。もうパシッと入ってますからね、ちゃんとね。はい、ちょっと、はい、あ、全く浮かび上がってこないですね、これもね。そうなんですよ。はこれも、これもちょっとどんな柄が。先ほどね、裏、はい、の模様、阿弥陀が映りましたよね、はい、これ何の模様かわかります？これ何ですの？何やろ？え？鶴？そうですね、鶴と亀と松竹梅。これじゃあ、つけますね。はい。あ、え？え？わかります？あの、キリストさんですよね。十字架ですよね。あの、さっきのね、はい、魔鏡やったら、裏面のがそのまま映ってたから、うん、これちょっとじゃあもう一回見せてもらって、はい、だからほら、こんなんやもん。でも、映してみたら、はい、十字架という。そうですね。へぇ、いわゆるこの、日本ではキリスト教が断されたので、カトリキリシタンがこういう鏡を使って信仰してたんですね。はぁ、急にアカデミックになりました。いやいやいや。すごいですね。で、そうなんです、そうなんです。で、その当時だから困ってるカトリキリシタンのために、はい、鏡師が自分たちの技術で社会に貢献したっていうのが、まあ、この鏡が出来上がった。そういう鏡が生まれた。せやけど、じゃあこれは どうやってますの、作り的には。一緒なんですけど、本来はだからキリストが裏にあるはずですよね。ですよね。でも違いますからね、これね。そうなんですよ。ただその弾圧されてるので裏のキリストを見られたらダメですよね。裏に入ってるんですけど、その裏が見えないように蓋をしてしまってるんですね。これがそういうこと。これ、はい、中の柄がちょうどこれでしたね。はい、それが入ってるんですけど、はいはい、それを見られたらダメなので隠すために蓋をしてしまってる。へぇ、で、先ほど言われたの重たいな、あ、そう、鋭い肩が二重構造なので、それでやっぱりあの持ってみた感じが全然違いましたからね。ジューシーとします。そうなんですよ。はぁ、ちなみに、はい、これでお値段おいくらしょう？お金の話ばっかり。いや、そっか、そっか、そっか、関西人やからね。お金、これはやっぱりさっきのあれ35万だったでしょ、はい、重たいしね、はい、手間もかかってるんで。そうなんですよ。あー、倍倍前までは全然いかないんですけど。じゃあ50万。
40万円。あ、40万。でもさっきの30万でこっちの40万だったらだいぶなんかね、うちがなんかね、まあまあ、蓋の分だけなんで、はい、まあどう思うかは皆さん次第ですけどね。そうですね。ほんでここで実際にその作ることもじゃできるということで、はい、僕もちょっとじゃあ体験させてもらいたいな思うんですけど、いいですか、魔鏡作りを。魔鏡作りを。魔鏡はね、ちょっとね、さすがに作るのに何ヶ月かかっちゃうんですよ。それはできないんですね。そうなんです。あ、ほな魔鏡まではいかないまでも銅鏡だったら、あの、あ、はい、ほらその銅鏡をちょっとじゃあ、あの作らせてもらう段取りを。そうですね、はい。先ほどもお金の話が多かったんです。そのじゃあ、はい、作ってもらうのにいくらお金をいただくかっていうのは。そうですね、ね、ワークショップもやってはって、はい、そのワークショップっていうのは。いや、そうですよ、そうですよ。ああ、違う。いや、一般的にやってはんのかな、思って。でもちなみに僕は今大丈夫でしょ。大丈夫です、大丈夫です。すいません。どこまでがほんまか分からんやつ。